はい、お願いします。相手も三間飛車が得意だそうで、仲間って感じですね。これは相振り飛車になるかな。相手多分向かい飛車にしてくるんじゃないですか。あ、違う、あ、三間飛車か。相振り飛車、まあ相振り飛車で三間飛車っていうのはまあお決まりの戦法ですよね。まあ、ただ5三銀型っていうのがどういう影響を及ぼすかですね。こちらもよくある美濃囲い方なんですけど、あ、でもこれ3六歩同歩5五角っていう手がちょっと気になるかな、うん、これ角飛び出してきたらどうするのっていうのはね、ちょっと気になるけど、もう理由があるんですかね。これ角切って同桂に飛車走るみたいなね、うん、ちょっと気になるよな、これね。3六歩と打たれるわけですよ。2分30秒どうしたかな、こう上がっちゃった。まあ3六歩には、まあ、桂馬跳ねに行くみたいな、これとこう角道開けて、まあ、桂馬取れば、まあ、これでこう支えといて、どうですかね、こういうのはなんとかしのいだかな。まあ3七銀とかね、無理やりぶち込んでくる手はあるのかな。3七銀とかね、なくはないですよね。もしかこの、まあでもだったらまあ、ここはケアしとくか。もう、ケアっていうのはね、もう現代の、もうケアイズムでばっかりですからね、最近ね、もう。もう、ドイツも、ドイツも、ドイツも、ああ、銀打ちか。あ、そっか。いやー、きついね、これね。あ、まあでもまあ、引いていけばいいか。まあ、金取って同玉で、まあ、とりあえず。まあ、ひたすら受ける展開ですね。また2八金とか絡んでくるのかな。あ、まあ、あ、そっか、力をためたんですね。まあ、これは継続、継投の銀。継投の魚に増殖なきゃいけないので。うわ。なんか、どうすんだろう。取ると同桂でちょっとうるさいので、うるさいよね。まあ、銀打ちとかで固めるかな。まあでも銀取って同金に2七桂成っていうのはありますよね。あ、そっちか。これちょっと上がると、あ、これやばいのかな、これ。固めて取って、なんか、嫌な予感しかしないね。これ桂馬成でもちょっときついかもしれない。いやー、これきついな。これ普通に桂馬なってきて同玉3六金の筋でも金取られちゃうしね。いやー、ダメかこれ。なんか、あ、そっちですか。今もこう取っちゃおうか。今ね、普通に2七桂成で王手かけてくる手がちょっと一番嫌だったかな。これだとね、正直、相手攻めないと思うんですよ。うん。まあ、グイッと上がっちゃってさ。うん、1分30秒。いやー、これ上がっちゃったらいいかな。王様で攻める。これちょっとね、相手に駒を渡すな。さあ、どうよ。うん、これは逃げ切った感じしますね。はい、あ、はい、さすがの切れ味じゃ。ねえ、ダメだと思ったらすぐ投了でね、潔くて素晴らしいですね。これが日本人としての美学というかね、美徳ですよ。さっさと腹を切る、ね。でですね、今日は2024年5月28日、ちょっと久しぶりの将棋ウォーズ動画だったわけなんですけども、ですね、最近のネタとしてはこんなのありました。京急蒲田港廃駅看板撤去へ、 NPO 法人公共性無視と抗議、強まる酒広告規制、サントリーと京浜急行電鉄が18日から京急蒲田駅で実施しているコラボイベントが、アルコール依存問題の予防に取り組む NPO 法人から公共の場にそぐわないなどと抗議を受け、対応に追われている。サントリーのチューハイこだわり酒場のタコハイになぞらえて掲げている京急蒲タコハイ駅の看板などを撤去するという、飲酒による健康障害リスクを示した厚生労働省の
飲酒ガイドラインが2月に公表されたこともあり、酒類メーカーの広告はさらに繊細な対応が進みそうだ。抗議の声を上げたのは NPO 法人 ASK アルコール薬物問題全国市民協会主婦連合会との連名で、同イベントの中止を求める申し入れ書を17日にサントリーと京急電鉄に送付した。 ASK のホームページに公開された申し入れ書では、駅は不特定多数が利用する極めて公共性が強い場です、乗客には20歳未満、ドクターストップで飲酒、禁酒ですね、禁酒断酒中の人や飲めない体質の人もいると指摘。駅の故障を期間限定で京急蒲田湖畔駅とし、駅空間をその仕様に変更するなど公共性を完全に無視した愚行と非難し、イベントの中止を求めた。これさ、ちょっと話変わってくるんだけど、この愚行って言葉たまに使われるじゃん。で、その私が知る限り愚行って言葉は愚行権っていう言葉でさ、なんかそれが大元かな、発祥かなと思うんですよ。で、愚行権っていうのはさ、ジョン・スチュアート・ミルっていうイギリスの哲学者が、いくら愚かなことだったとしても、その愚かっていうのは自分にとって損になることね。例えばその、お酒に弱い人がお酒を飲んじゃうとかね。お酒飲む、だからお医者さんに、お酒飲まない方がいいよって言われてるのに、いや俺お酒飲めてって言って飲んじゃう人とかね、それ愚かじゃないですか、あなたもお酒飲んだらもう体壊すわよって奥さんに言われてるのに、ああでも俺はお酒飲みてんだって言ってお酒飲んじゃうとかね、とかそんな感じで、まあ他の人から見ればちょっとこう損だよなってか、ちょっとバカだよなって思うようなことだとしても、別に酒飲んだからといって他の人に対してさ、別に危害加えてるわけではないわけなんだよね。でそういうのは愚行権といって、たとえさ他の人から見て愚かなことを、だと思われるようなことであったとしても、別に他人に危害加えていないんだったら、それは自由にやっていいでしょっていうことで愚行権、つまり愚行、つまり愚かなことをする権利があるんだと。人っていうのは自分にとって損なことを自分の自由な意思に基づいてやる権利があるとね、それは愚行権といって、その愚行権をちゃんとね保障することがやっぱり、自由な社会のために必要なことなんだ、それが大事なことなんだよっていう、これはジョン・スチュアート・ミルのさ、主張したことでさ、まあこれが、まあ愚行権の始まりなのかななんて思ってるんですけど、なんか日本だとさ愚行って言葉はさ、なんかやっちゃいけないことみたいなさ意味合いで使われること多くない？だ本来ならば愚行ってのはその他人に対して、拳振り上げるような行いじゃないわけですよ。だからその社会的な善悪と関係ないんですよ。その愚行をやってる人がただ損をするだけのことであって、愚かだけど、まあ、好きにすればいいんじゃないって言って、それだけのことだっていうのが本来愚行であるはずなんだけど、なんか愚行ってなんかそのね、日本だと悪いことだみたいな風に捉えられるので、なんかすごくねじ曲がってるよなって思うんですよね。なんかその、やっぱり日本人ってやっぱり自分と他人っていうのをあんまり区別しない民族だなと思ってまして、まあ、要はですね、この問題に関しても、駅は不特定多数が利用する極めて公共性が強い場所ですって言うんだけど、だから飲酒しない人もいるし飲酒できない人もいるので、その中でなんかその京急蒲田湖畔駅ですかなんかそのなんかお酒をねなんか宣伝するような、お酒をですね宣伝するようなことをするのは良くないって言うんですけど、いやーでもこれこそまさに愚行権じゃねえかと思うんですけどね。だって、別に酒飲み、お前も酒飲みなさいとは言ってないわけで、ただ酒をただアピールするというかね、宣伝してるだけなんで、でその駅の広告なんかもさ、全部その、ね、例えばその、なんですかね、その駅ではいろんな商品がコマーシャルされてるわけじゃないですか。ね、お酒だけじゃなくて、
ね、育毛剤とかね、なんかね、いろんな、まあ分かりませんけど、いろんな食べ物とか、まあ様々な、商品が宣伝されてると思うんですけども、それらの中にはさ、場合によっては使った人が痛い目に遭うようなものも含まれてるかもしれないわけですよ。例えばその海外旅行行きましょうって言ったらね、海外旅行行ってみたけどつまんなかったとかもそうだろうし、結婚相談所とかね、あの出会い系のコマーシャルだとしたら、出会い系使ってみたけどなんかとんでもないやつに捕まっちゃってひどい目に遭ったとかさ、そういうことも起こりうるわけじゃん。リスクはあるわけですよ。何をするにしてもリスクはあるじゃん、お酒だけの話じゃないわけで、だけど その誰かにとってはその損するようなことかもしれないけど、ただ別にさ、お酒飲みたくない、もしくは飲まない人に対してまで、あなたもお酒飲みましょう、飲みましょう、飲みましょうなんてわざわざ直接言ってるわけではないわけで、別にそれ、しかもこの期間限定でお酒をただちょっと宣伝するっていう、ただコマーシャルでしょ、これは単なる。別に人に勧めてるってわけでもなくて、単にその、ね、アピールしてるだけというか、でそれがさ、いけないなんて言い出したらさ、もう何もできなくなっちゃうよねって思うし、同イベントは飲み屋街として知られる蒲田を盛り上げようと、両社や大田区商店街連合会も協力して企画、6月18日までの期間中、同駅を、同駅っていうのは京急蒲田駅ですね、京急蒲田湖畔駅として特別装飾を施し、2番線ホーム上の構内や停車している列車の中で蒲田名物の餃子とタコハイが楽しめる酒場を開業するなどの催しを展開していると。 ASK の講義を受け、サントリーは今回の活動の一部においてふさわしくないといったご声をいただいたことも確かであり、真摯に受け止めて対応していきますとコメント、駅西口に掲げていた京急蒲田湖畔駅の看板を、29日までに撤去するなど装飾期間を短縮し、校内に提出予定の広告を縮小することで対応するとしていた。ただし安全性は確保できているとし、校内での酒場の催しは継続する方針を示したって、なんかさ、なんかそのなんか情けないね、なんかそのことなかれ主義というかさ、安全性確保できてるって、その安全性っていうのも全く意味わからなくて、何をもって安全とか危険とか判断してんのって。だって別にさ、お酒をさ、ただその広告するだけなわけですから、それ自体が別にさ、何も暴力でも何でもないわけで、ねえ。で別に飲酒運転しましょうと言ってるわけではないからね、その運転手、その鉄道の運転手にまで酒勧めてるわけではないし、お客さんにアピールするだけでしょ。でもそれが危険っていう理由はどこにもないわけですよ。だから要するにその抗議されちゃったので、あのちょっとまあ相手の顔を立てて縮小したけども、ただ全部やめちゃうと、ね、大田区商店街連合会に対しても顔が上がらないし、まあ、京急電鉄に対してまで、まあ、京急の顔潰しちゃうのも良くないので、だからちょっと中間どころで妥協したってことだよね。でもなんかその、なんかもうね、なんかこうクレームつける、なんかそのクレームつけるのもさ、まあ自由な社会においてはさ、自由なはずなんだけど、なんかこういうの見ちゃうとさ、なんかこの NPO 法人って、なんかただの営業妨害なんじゃないかってちょっと思っちゃいますよね。こんなの好きにやればいいじゃないかと思うんだけれども、 なんでこうなっちゃうんでしょうかね。なんかちょっと面白いことやろうと思ったらすぐ叩かれて、もう無難に無難に無難にって、もうつまんねえなって思っちゃいますよ本当に。もう無難すぎてね、ノーリスクの社会はつまんない。もっともっとリスクで危険でさ、スリリングな社会のがいいと思うな。たださ、一つ思ったのはね、これさ、なんか最近話題になってたのは公共性が無視されてるっていう話でさ、最初私は京急蒲田湖畔駅っていう看板を撤去するのはね、公共性のためなんだっていうのは、まあ、要するに、お酒がどうこうってことじゃなくて、なんか駅名がいまいちなんかよくわからなくなっちゃうよねっていうところが公共性無視してるのかなと思ったんですよ。だって京急蒲田駅なわけでしょ。なのに京急蒲田湖畔駅なんて名前つけちゃ、なんかそういうね呼び方してしまったら、これまさかあれですかね、電車の中でさ、次は京急蒲田湖畔、
京急蒲畑ファイですとかそういうアナウンスするのかな。いや、しないか、さすがにしないか、しないよな、うん、いや、わかりませんけどね、うん、ただその駅名ってその地図にも載ってるし、やっぱりそのっていうかその日本において鉄道っていうのは社会そのものですから、駅ってさやっぱり重要なんですよ、うん、だから駅名はこうなんだよっていうのを示すのは非常に重要なことなんで、あんまりそのね駅名いじくるのは良くないのかなと私は思うんだけどね。だから駅名をいじくるんじゃなくて、単に広告とかを出したりイベント開催するのはいいから、別に駅名になんかちゃちゃ入れるというか、駅名をなんかいじくるのはちょっと公共性としてどうなんだっていうのはちょっと思ったりするんですよ。なんかでも京急電鉄ってね、こういうことよくやるんですよね。なんか私が一昨年かな、コロナ騒動がまだやってた頃にさ、まあ、京急の駅巡りした時に、三崎口って駅あるじゃん、三崎口ね、三崎口、三崎口駅、この三崎口駅がさ、なんかさ、これ、こんね、こんなのありましたね。京急の得意技、駅名文字り、これまたと違う新展開。三崎食った駅って書いてあってさ、なんか食ったっていう、なんかその、カップラーメンかな、これをアピールするために、三崎口なんだけど、三崎食った駅っていう、そういう看板になってたんですよ。うん、いやー、ちょっとさ、アピールするのはいいけど、駅名をなんか変えちゃうのはどうなんだろうなってちょっと思ったんだよね。まあ、特に外国人の方とかさ、ってなりませんかって思うんだよ。まあ、外国人はね、まあ、日本語読めないから、このアルファベットのところ読んで解釈するから別に問題ないのかもしんないけど、でもなんかちょっと変だよね。まあでも、まあでも、とは言ってもね、中国とか台湾の方々はやっぱり漢字読めるんで、三崎口、まあ読み方違うと思うけど、まあ、多分その漢字読めると思うんですよ。読めるっていうか、その漢字はわかると思うんですよ。だから、みたいな感じになっちゃうだろうし、なんかそこはね、駅名用になんか加工するのはどうなんだろうなっていうのはちょっと思ったりはするんだけど、だからその公共性っていうならそっちの方がちょっとね問題なんじゃないかなと思いましたけどね、うん、まあでもいずれにしてもさ、大量飲酒による健康被害や未成年の飲酒防止の観点から酒類の販売広告を取り巻く環境は世界的に厳しくなっている。世界保健機関が酒類広告の規制をする新指針を採択した2010年には国内酒類の業界団体が自主規制を強化。いやこのさ自主規制っていうのは良くなくてさ、そのさ、法律たつまさ自主規制ってさ業界の中でやめろよ、あやめろうな、あみたいな感じでやんわりと お互いの首を絞め合ってさ規制しちゃうってことでしょ。規制っていうかそのね相手、まあ、縛り合うってことだよね。でそれだ規制だ、法律ではないから破ったっていいんだけど、破ると業界の中で目をつけられるとかいうことでしょ。このね自主規制っていうのがね本当厄介なんですよ。うん、だってさ法律で規制されてしまった場合それは良くないと思うならば、例えば憲法違反なんじゃないかってことでさ裁判所に訴えるなり、もしくはその法律を、なくすために国会議員に訴えるなり、まあ、いろんな手段を取り得るわけですよ。でもさ自主規制ってなってしまった場合、嫌なら別にさ破ったその規制だから好きにすればいいじゃんって言われるわけですよ。うん、別に嫌なら別に好きにすればいいじゃないか、やればいいじゃないかと。でもやったらお前ぶん殴るからなっていう、こういうことでしょ。でこれやられちゃうとさもう対処しようがないじゃないですか。うん、自分たちでさ首絞め合ってたらさ、もういやーだからね、こういうのね、ほんとね、どうにかなんないのかなと思うんですよ。もう日本人のさ、弱っちいところ、その世間体ばっかり気にしてる、その弱っちいところがさ、その悪いところが出てますよね。うん、でしかもですよ、
それまで休日や祝日は午前5時から午後0時分まで自粛期間としていたテレビ広告を曜日を問わず午前5時から午後6時まで自粛すると決めた。いや、その自粛って、このしかもですよ、その自粛することに何の意味があるのかっていうのはさ、これも全く意味わからないよね。その合理性がゼロなんですよ。午前5時から午後6時まで自粛することによって何なの？未成年が飲酒しなくなるんですか？あるいは健康被害がなくなるんですか？いや、そのねえ、これ、ま、そのさ、自主規制っていうのはさ、その法律による規制以上の縛りがかかっちゃいがちだっていうのも問題があるし、あとそれから合理性がさ全くないんですよ。その合理性をさ調べようとすること自体がさ、もうさ不道徳とされるでしょ。これ本当に効果あるんですかとかさ、疑問呈してもさ、あ、お前空気読めないやつだって言われるでしょ。だってこれパフォーマンスなんだもん、結局。実際にさ、未成年が飲酒しちゃ困るじゃんとかさ、健康被害あったら困るじゃんとか、そんなこと誰も気にしてないじゃん。ただパフォーマンスなんですよ。どうにかなんないのかね、こういうの。欧米では酒類に関する広告を規制している国も多く、日本の酒類広告の多さに驚く訪日客もいる。飲酒を制限するイスラム教徒の多い国からの訪日客が増える中、広告の規制強化を求められる可能性も拭えない。いやいや、でもさ、そのさ、そういうこと言うとね、日本はまだまだ規制が甘い国なんだ。日本は自由なんだよ。海外ではもっと酒類の広告ができない国もあるし、例えばそのあれだよね、コンビニでエロ本が売れないとかね。あの、日本ではちょっと前までさ、コンビニでさ、エッチな本売ってたじゃん。で、あれ別に法律で禁止されてるわけではないんだけど、なんか自主規制でなくなっちゃったじゃないですか。でもさ、諸外国ではそもそも法律で、コンビニなんかでそんなエロ本をね、並べちゃいけないような国もあるとかね。日本は自由なんだよ。ね、お前歩き人な、お前日本しか知らないからさ、日本は自由がなくなってきてるとか言うかもしれないけどさ、諸外国と比べればさ、日本はまだまだ自由なんだよとか言うやついるかもしれない。いや、でもさ、違う、他国との比較の問題じゃなくて、私は絶対主義者だからね、日本だろうが外国だろうが自由がいいと思ってんだけど、ただそれに諸外国の場合は法律で規制するから、おかしいと思ったら法律を変えればさ元に戻るわけですよ。でも日本の場合さ、自主規制って形で規制してしまうから解除のしようがないじゃん。それ問題あるなと思いますね。ということで、京急蒲田湖駅なんですけど、困ったもんですね。